豊川さんは主に全日本プロレスだったり昭和のレジェンド昭和ですね、はい、のイベントかそのカ はい、でカテゴリーがそうなんですけども、はいはい、なぜか、はいはい、今から2年前ですよ、はいはい、2019年3月2月だったと思うんですけど、はいはい、ダンスバーンをねはい、はい、ダンスバーンのイベントがあったんですよ、はいはい、でただダンスバーン その簡単なイベントかなと思ったんですけど、うん、これがまた何を思ったのかミスターデンジャー僕のチャンネルで一番出てくれてる、はいはい、ミスターデンジャー増永光弘のお店でやったんですよね、はいはいまあ、それこそ今もコロナ禍の中なんで絶対できないイベントで、ねうん、会食イベントですよそうですね、はい、ミスターデンジャーのステーキを、はい、ダンスバーンと一緒に食べるっていう、はいはい、で最後2ショットプラス増永さんも来て3ショットそう、ね、はいはいそうあのイベントなんかどういう、はいはい、あの裏話みたいなの、はいはいまあ、裏というかまずその多分自分のそのプロレスライフの中では多分出てこないですよね企画なんですけどやっぱりそれは自分縁と思ってましてあのそれはダンスパンさんまあジミさんの興行で来てた時 の、 あの一緒にサポートされてた方があの豊川さん何日空いてるからダンスパンでイベントしませんかっていうところが始まったんですよでやっぱりねその自分自身も別にあのそういうねわざわざ名指しのこうご指名があったわけですから、うん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 、じゃあできることさせていただきますって話だったんですが、まあ、本当に自分のイベントいつも思ってるその全く意味のない組み合わせっていうのは嫌いでして、うんはいはいはい、あの何か何か意味のある意味合いのあることをしたいなっていうのは常々思ってて、はいはいはい、考えたらあのもちろん自分も一般知識の中ではザンスパンさんのね愛ちゃんの時 IW ジャパンにいた時も知ってますし、はいね、それでその後に松坂さんとそういうのもニュージャパンですね、はい、ですね、うん、そういうのも頭の中にありましたんで、うん、だったらかなと思って松坂さんのお店に行くっていうこともあるかな、はい、それであとまあやっぱりダンスマンさんも休校を温めるような場がね、はいはい、できますのでそれで思った次第だったんですね、はい、いや僕もガッツリも隣の席に使ってねもう日本語喋れないじゃないですか、はいはいはい、片言の、うん、もう英語を必死に使ってそうです、ねうん、でも僕はあの要するに日本で、うん、生涯のベストバウトは何ですかって聞いたんですよ。そしたらあのそれは MMA か、はい、あとプロレスかみたいな。プロレスって言わないですよ。レスリングバウトって言うんですよね、はいはい、レスリングない。レスリングバウト。バウト。ああそうそう。へえ。つって、いやそのUインターン高田戦が俺の中では良かったって、うん、でもやっぱ MMA よりもやっぱそのレスリングバウト、うん、要するにプロレスの方が難しいってことを言って、うん、おーと思って、はいはい、で気持ちよくな写真撮ってっていう。うん肉も食って、ね、いいイベントでしたよ。そうですね。あのやっぱりまあうちのイベントっていうのはその辺のなんていうんですかね、うん、まああのもちろんその空間を過ごせたっていうことの思い出作りもしていただきたいんですが、はい、お写真に関してもそのやっぱ他では撮れない、はい、その組み合わせ、はい、ただその組み合わせもやっぱりこうちゃんと合う組み合わせっていうのを心がけて、うんうんうん、あとあのワンショットじゃないですよね、トレガーさんのイベントって。結構練習とか、パパパパパって。まあそうですね、あの、まあちょっとね、今デジカメになるとね、外、はい、結構、軌道もね、あれ、まあ、はい、そんな携帯あったらね、スマホでも、パパパって、もう何枚撮ってくれるっていうのは結構、はいはい、ファンとしては嬉しいです、ね。でもそれなんかもやっぱり自分がファンの時に、あの、木原さんね、はい、この間、馬場さん工業は、本当にあの、プロデューサーの立場でやった木原さんとかが、はい、あの、まあ当時の、中田龍さん、恭、はい、平さん、はい、石田さん、福田さんとかでも、リングスタッフさんたちが、はい、なんていうんですかね、あのファンのためにキングスロードとかっていうファンクラブでいろんなイベントやってくれてたんですよ。はいはいはい、でああいう時にあの毎回行くと写真撮れたりとか、うんうん、誕生日撮影会があったりとか、うんうん、すごくそういうものが自分にとっての礎になってて、はいはい、やっぱりそういうのは踏襲したいなと、はい、でただ真似だけだと心も出るんで、うん、そこにやっぱり自分なりの色もつけたいなっていう部分で、でも余計な味付けしちゃうとあの自己満足に終わっちゃうんで、はい、だからそこに対してファンだったら喜ぶんじゃないかなっていう自分なりのそういうテイスト、だからそのテイストが自分のテイストが日々勘違いしないように人様とお会いして、はい、自分のそのこう微調整をするようにしてますね、はい、だからエースマンだけじゃなくて、はい、自分のことをこう下着入れしてくれるあの人も周りにいっぱいいますし、はいはいはい、勘違いしないようにできるだけしてるつもりで、うん、まあいうイベントが作り上げられてるかなっていう、はい、パッと思い浮かぶので言ったら、うん、それこそ藤原義明、はいはい、古希のイベントですよ、はいはい、これは確か前田明、はい、船木正勝も呼んでイベントをしたんですよ、はい、リーガロイヤルホテルでしたっけ、そうですね、早稲田の、はいはい、その時にも僕びっくりした、猪木さん来ましたもんね、うん、猪木さんが突然、そうですね、まあやっぱりその海町は自分にとっては
欠かせない、自分のこのチームフルスイングとしては欠かせない方で、はい、あの組長との一番の思い、まあ、思い出いっぱいあるんですけど、はいはいはい、さっき言った船木さんの思い出なんですけど、はい、一番最初に組長にあのお願いに上がった時に、はい、組長が腕を組みながら目を閉じながら自分の言うことを全部聞いてくれてたんです、ね、で、うんっつっていかがでしょうか、まあ、こっちも、まあ、プレゼンテーションですから相手が気持ちよくなることばっかり言ったわけです、まあ、そうですね、そしたらやっぱり組長が、うん、お前はさっきから調子のことばっかり言ってると、はい、だったらやらないって言ってくれ、 やらないっておっしゃって、はい、だから条件があると、はい、お前も儲けるって言えよって言ってくれたんです。 お前も儲けるって言うんだったらやっていいぞって言ってくれたんです。それは自分にとってすごくその時にガンと頭を打たれたような部分と、はい、そのやっぱり続けるってそういうことなんだなっていうのが後に分かって、うんうんうん、誰かだけがこう誰かの負担のもとに続く関係ってやっぱり続かないんで、それは組長がなんかこうガードしてあのガイドしてくれたかなっていうふうに思って、はいはいはい、ぜひあの自分も儲けさせていただくんでやらせてくださいって言ったらいいぞって言ってくれたっていうのがあって、それでまあさっき言った一番最初の60歳の還暦もそうですし、はい、だから10年経って古今もそうですし、はい、間にも何本かやらせていただいたり、うん、本当にその組長はその一つ自分のこうなんだろうな道しるべというとちょっとね、はい、あの組長もそんなことしてねえぞって言うかもしれないですけど、うんうん、自分にとって勝手に道しるべを与えてくれたかなと思ってます、はいはい、ほう、まあ、レジェンドレスラー藤原良明さんもそうですけど、はい、まあ、あの鶴見五郎さんです、はい、それこそ、はい、鶴見五郎さんって今僕のチャンネルの、はい、レギュラーコーナーで、はい、あのプロレスリングフリーダムズ代表の佐々木隆さんが、はい、トムとぶっちゃけトークってコーナーやってくれてて、はいはい、まあ、佐々木隆さんといえばやはり師匠に当たるわけじゃないですか。そうですね、はいはい、なんかね結構もうあの僕知りたいなっていう、ね、鶴見五郎のこともっとっていうのがあって、はいはい、なんかありますエピソード、あの、まあ、佐々木さんなんかねきっとあの、まあ、師匠と弟子という関係の中で、はい、まあ、プロレスという部分での思い出は山ほどあると思うんですけど、はい、自分は本当にいつも思ってるんですけど、あの、ファンともまた違うかといって業者っていうスタンスでもなく、うんうんうん、まあ、入らせていただいてる中で、まあ、やっぱりそこの中で一番やっぱりお酒一緒に交わすっていうのが自分の中の嬉しくて、はいはいはい、やっぱりその、うん、お酒をねこう飲むということを、うん、まあ、やっぱりそのなんていうんですかね、一番素も出るし、うんうん、自分っていうものも何かも伝えられるし、はい、やっぱりそういう付き合いっていうのは皆さんとさせていただいてるんですけど、まあ、ある時にあの鶴見さんと一緒にお酒飲ませていただいて、そんなグッズの打ち合わせだったと思うんですけど、お酒飲んでそれで終わる時に自分が最後レジ行って、はい、財布出したら、はい、鶴見さんも追いかけてきて、はい、財布を出すんで、鶴見さん、うん、勘弁してください、今日は自分が公にしたんでっていうことで、はい、でも鶴見さんまだ財布をボソボソしてるんで、お願いします本当お願いしますって、はい、鶴見さんまだやってるんで、はい、俺も鶴見さん怒りますよなんつって、はい、鶴見さんあのもう本当に勘弁してないって言ったら、はい、あの鶴見さんがそこのお店のポイントカードを出したんで会計は俺でした、もちろん。会計は俺が払ってくれと、はいはい、ポイントカードだけ俺付けしてると、はい、茅ヶ崎の発見伝という店で、お発見伝あそこ後に潰れて、多分鶴見さんポイントも使えてなかったんじゃないかっていうそういううちもあるんですけど、あ、はい、もちろん殿とかも全然行ってる、まあきっと行ってると思います、茅ヶ崎ですからね、はいはい、うん、鶴見さんお気に入りとかご用達だったんで、おそっかそっかそっか、でまあなんかそういうのもちょっとね、うん、自分の父親ぐらいの年代の人に言うのして可愛いなっていう思って、うん、はい、うんうん、はい、はい、トレガさん、まあ、コロナ禍の中で、はい、イベントがどうしてもチームフルスイングとして打ててないじゃないですか、そうですね、はい、うちの、まあ、イベントっていうのはとにかくこの密着系というか、そうですよね、うん、トークもそうですけれども、その後の写真撮影やサイン会っていうお楽しみみたいなものも売りにしてるんで、はい、まあ、そういったものが今実は、まあ、できないことはないんだけれども、はい、やっぱりせっかくの一生に残る写真が、うん、マスクだと嫌だなとか、そうですね、自分の中で思いますし、なんかその、はい、まあ、野望のフルスイングにできないっていうことがすごく自分の中で心苦しいんで、はいはいはい、それはフルスイングにできる時まで温めてたいなっていう思いと、温めておいた方がいいかなと思いと、じゃあつって消化不良でいるかっつったら、他のことも今去年あたり、去年、まあ、はい、まあ、コロナね1年ですけども、はい、川田さんのオンラインイベントをさせていただいたりとか、あと
今ね、何でも本一つ Kindle 版とかウェブで見れるような時代になってきましたけれども、はい、やっぱり紙物ってすごく好きなんで、はいはい、あのフルスイングマガジンっていうのものもね、うん、作らせていただいたりとか、まあ今本当そういう本みたいなものを出版させていただいたりとか、はい、なんかそういう形でそのまあまあ思ったこと、うん、今これやっときたいなと思うことを、はい、まあそこに対してはフルスイングにできてるかなっていうふうに思ってます、うん、はい。今話が出て、その、うん、川田さんのオンラインイベントっていうのを、はいはい、詳細みたいなの。そうですね、まあ、川田さんのオンラインイベントっていうか、まあ、これも川田さんと3年ぐらい前なのかな、2つ一遍ずつ川田と志明のデンジャラスナイトというのを川田さんのお店の、はい、でやってました、はいはいはい、でまあ、それは本当に14、5回やったのが2年ちょっとかしてて、はい、まあ、本当にありがたいことに満員伝説が続いて、はい、全イベントが前回満員で、はい、やってきました。まあ、その時その時にテーマを決めて、うん、川田さんにいろんな話をしていただくということと、うん、まあ、写真撮れたりという形だったんですけれども、それがまあちょうど1年前の去年の2月コロナ禍がまたちょっと始まりだしたぐらいの時に以来できてないと。で川田さんもやっぱり寂しいねって話になって、じゃあオンラインでできればっていう話があって、それで去年2回ですか、はい、夏明けと冬ぐらいに2回やりまして、はいはい、でまあ、川田さんのオンラインイベントをして、まあ地方の今までイベントは知ってたけど行けなかった人とか、そういう人も、まあ、ありがたいって言っていただいたりとか、はい、まあ、やりましたね、はいはい、フルスイングマガジンの方についてですけども、はいはいはい、もうどういう中身、何ページぐらい、大体。そうですね、まあ、とにかくやっぱり自費出版なんで、はい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 、やはり本屋さんに売ってるような、はい、文庫版とかああいうのって実は、まあ、結構高いですよ、はい、で自分はまあ逆にそれを逆手に取って、やっぱプロレスの会場で売ってるのはパンフレットみたいな、はい、A4 の、まあ、今何でも、ね、定型のサイズの A4 で、はい、ちょっとこうだから文章、一番第一弾がストロング小林さんの電気を作らせていただいた、自伝じゃなくて電気ですね、はい、ライターさんに書いていただいた電気を作ったんですが、はいはいはい、やっぱりそういう文章系でいうと、やっぱりその文庫系の文庫であったり、はい、ハードカバー的なものが見やすいんですが、はい、まあ、それを A4 という形で、まあ、でも結果皆さんがご好評いただいて、うん、完売させていただいて、うん、そういうのを文章メインでやったりっていうのが第一弾で、うん、第二弾がちょうどこの間の馬場さんの23回忌、はい、追善興行で販売させていただいたんですが、自分はまあ、ファンでもありコレクターでもあって、はい、馬場さんの旗揚げ、全日本プロレス旗揚げから、うんうんうん、馬場さん亡くなるまでの間の、プロレスの大会のパンフレットっていうのを全部持ってまして、はい、まあ、やっぱりね、それ三浦淳さんが言ってた言葉なんですけど、単なる持ってるだけだとコレクターマニアで終わるよっていう話があって、はいはいはい、それはまあできれば皆さん方に披露なんておこがましいんですけど、うん、やっぱりその表紙って非常に味があるんで、時代も伝わりますし、はい、歴史的貴重な価値もありますので、はい、それを表紙だけをまあピックアップした表紙集っていうのを作りまして、でもだから全約300冊ぐらいの本を70何ページかな、オールカラーで、それをちゃんと馬場さんの管理している HJT プロダクションっていうところの許可も得てですね、はいはいはい、作らせていただいて、はい、そういう文章もやってグラフィックもやるっていう形で、まあ、本当にフルスイングマガジンっていうのは何というジャンルや、はい、ジャンルもだからプロレス以外もしたいですし、で形式にもこだわらずに、うんうんうん、もう好きなものをもう自出版したいなっていう感じでしてて、はい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 、それでさっきもお話ししてたのが鶴見浩さん の、はい、自伝、それは鶴見さんの自伝なんですけども、はい、鶴見さんの自伝というのをこの第3弾として、多分3月頭ぐらいに、あ、もうちょっとかな、発売するんですけど、はい、まあ、ちょっとこういろんな、例えばですけど恨みがための企画だと、はい、ちょっとね、この企画はボツだなみたいなものってあると思うんですけど、うんうんうん、俺はもう作りたいものをやっていけばいいなっていうのって、はい、はい、川田さんとのエピソードとかあります？はいはい、自分だけのエピソード、まあ、そうですね、思い出みたいな、まあ、まあ、川田さんもやっぱりもちろん全日本ファンだったですから、はい、ファンの時の印象もあるし、はい、でやっぱり川田さんとのこうご縁を頂戴できたっていうのは、それはね、超世代トークという
調査大学、はい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 、まあ三沢さんはもう亡くなりましたが、調査大っていうのは、まあ、あの90年代前半の小橋さん、はい、小橋田上さん、 そうですね、まあ、田上さんも菊池さん、菊池さん、そうですね、はいはいはい、その辺ぐらいからそういうのがあって、はい、でそれをやりたいと言って自分は15周年のフルスイングのイベントとしてやったんですけど、うん、まあ、その思いはずっとあったんですが、うん、小橋さんは早々 OK いただいて、はい、で菊池さんもいただいて、まだその時は実は田辺さんっていうのは四天王にとっておいたんで、はい、まあその定義も難しいんですが、まあ、長世代軍という名前がついた時のメンバーっていうのが三沢、河田、小橋、菊池だったんで、あ、そうです、この4人、田辺さんはまだ名前がない三沢軍とかっていう、あ、はい、ちょうど田辺さんが抜けていった後の、はいはいはい、そういう感じだったんですが、はい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 、その長世代軍という定義の中でやった時に菊池さんも OK いただいたんですが、河田さんがまあOK を最初いただけなかったんですが、あ、はい、まあ、それは当然だと思いまして、はい、どこのものかも知らない、まあ、川田さんのお店はファンとして何回も行ってたんですが、面識はじゃ あ一応あったんですか、まあ、あったんですけど、うん、名前まで呼んでいただくような感じじゃなかったんで、はい、うん、でまあ、そこから川田さん OK いただくまで、はい、まあ、半年近くお店に通いまして、うん、半年半年通いまして、はい、まあ、はい、通って、それで川田さんにまた来たのなんて言われながら、はい、そういうのはハート強いんで、はい、来ましたっつったら、何しに来たのって、酒飲み来ましたとか、ラーメンだけ来ましたって、何しに来たのか、ずっと言ってたら、母さんも、まあ、思いに、まあ、答えてくれてというか、いつだ、いつやるんだっけってみたいな言い方で言っていただいて、はい、そこから、まあ、母さんとも、はい、まあ、自分的にはいいお付き合いをさせていただいて、あ、はい、来ました。やっぱ認められて嬉しいですよね。まあ、まあ、認めたのか我慢を切らしてもうね呆れたのか分かりませんけど、はい、へで、まあ、本当にその後、はい、母さんにも、まあ、いろんなことで、まあ、振っていただいて、はい、声かけていただいたりして、はい、まあ、さっき言ったデンジャラスナイトってイベントもそうですし、はい、はい、まあ、グッズなんかも最近はいろいろやらせていただいたりとか、はい、光栄ですね、はい、なんかお二人で飲みに行ったりとか、はい、そういうのは、はい、ありがたいことに川田さんも、まあ、今コロナ禍ですけども、はい、その前は飲み連れて行っていただいたりですね、はいはい、はい、川田さんのお店が終わる、それまでお客さん飲んでて、はい、母さんも仕事上がりに一緒になって、はいはい、飲み行ったりとか、はい、させていただいて、それはちょっと自分にとっても嬉しいですね。あ、はい、その中でなんかこれはちょっと記憶に残ってるなみたいな、まあ、そうですね、あんまりその2人で飲み行ったっていう部分はまあいくつかあるんですけど、まあ、ちょっとそれはまあ俺と川田さんの思い出にしておきたいんですけど、はいはいはい、まあ、まあ言える部分って言ったら変ですけど、まあ、一つあれで言うと、はい、まあ、いろいろそういうご縁から自分なんかに、あ、お願いに頼んだら母さんとつながるなみたいなのもあって、あ、はい、母田さんの仕事の案件なんかも、はい、自分宛にいただくことが何回かありまして、あ、はいはい、ただまあもちろん前提としてはマネージャーでもないですよと、はい、代理人でもないですけれども、自分がお手伝いできるならさせてくださいって形で間入りますって形で何回かあったんですけども、はい、以前はちょっと蝶野さんの、テレ朝さんの CS さんの番組かな、はい、名勝負を見るみたいな、そうですね、俺の何でしたかね、相談があって、それもその前にいろいろ縁のあった、はい、関係者から声かかりまして、これはね、銀座のどっかのスタジオで、うん、スタジオじゃないな、どっかのお店で鳥取があったんですよ。でそれも川田さんの仕事を取らせていただいて、川田さんと一緒に、はい、行かせていただいて、はい、それで終わった後に川田さんが今日はありがとうねって言ってくれて、はい、じゃあ寿司でも食べるかって言っていただいて、でそれもまあ多分天竜さんの時からの、まあ、天竜さんが近しくされてた方のお店、はい、母さんも天竜同盟だったり、はい、そういう中で多分母さんも連れて行っていただいたようなお店だと思うんですけども、はい、お邪魔させていただいて、はいはい、で母さんと一緒にカウンターで寿司を食べるというですね、おいいっすね、銀座で、銀座でカウンターの寿司という、はい、でまあその大将もいろんなことを進めていただくんで、うん、自分もお願いしますお願いしますと、うん、断ることを知らずに飲み食いしてました、はいはい、でまあ終わって、うん、で終わってというか、まあ、帰る時に、はい、そのまあ川田さん曰くですけど、はい、会計がギャラを超えたという、はい、ありましたね
ギャラを超えちゃったと、はい、はい、で、ぼそっと、はい、利根川君は車の運転もしないけど、はい、酒だけは一杯飲むなっていう。いやでもいい思い出ですね。いや本当それはもう自分誇りでね、うんうんうん、母さんもそうやってなんていうんですかね、そんなこと言いながらね、笑いながら言ってくれてたっていうのは自分にとってすごくこう、ね、はい、うん、思い出ですね、はい。その同期には大谷慎次郎さん、うん、そう大谷はいかがでした、はい、大谷さんと初対面。いやいやいや、で道場でも、あ、入門テストでも会ってるし、あ、そうそうそう、はい、会ってるって喋ってないけど、はい、でまあ入門当日、あ、アニマル浜口ジムなんですよね、はい、あ、だから11時集合なのに10時に来てるの、はい、はいはい、1時間前、1時間前、僕は10時半ぐらいに来てるの、はいはいはい、だから今でも大谷は俺は30分先輩だとか言ってるんだけど。もう金本さんは殴りもしないし、先輩に対して失礼をすると金本さんが怒りますね。あ、怒らない先輩、それを見てたら金本さん。